姉ヶ崎駅は、千葉県市原市姉崎東にある、東日本旅客鉄道内房線の駅である。当駅の駅名は、姉ヶ崎であるが、所在地の地名は、姉崎となっている。停車中の特急サザナミ4号島式ホーム2面4線を持つ、地上駅。京城駅舎を有する。五位駅管理の業務委託駅で、緑の窓口、指定席券売機。 自動改札機が設置されている。発車メロディは当初はすべての番線で東洋メディアリンクス製のウォータークラウンのエンドレスバージョンが使用されていたが2017年1月の放送装置更新によりウォータークラウンの標準バージョンに変更されている。2010年3月6日に発車表が計1 0台設置された。この駅で特急、快速の待ち合わせ、 通過待ちをする普通列車がある。2020年度の1日平均乗車人員は7627人である。近年の1日平均乗車人員の推移は下記の通り。姉崎火力発電所提供大学千葉総合医療センター東口、西口ともにタクシー乗り場がある。西口は軽葉工業地帯が広がり工場が多く並ぶ。東口は 商業施設が多く、平成通りを越えた先には、姉崎古墳群がある。出展広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。